だから円を下からこうです、うん、相手をちょっと前に誘って戻すっていうことですね。わかりますか。よくあのこうなんか流したりとかしてるあんな硬いですよ。こうです、ね、で次の技は今度は逆回しです。下に落として相手をしゃくる。わかりますか。これを早くうわっやるんです。でこの技が例えば指だけじゃなくてどの指でも一緒ですよ。するんですけど手首をつかまれても動きは一緒。結局こう手首をこう前分かりますか。こう前に誘って戻してる。うわっ小さければ小さい方がいいです。回収を早く。で同じこう前に投げたやつも一緒です。こうやってやってみたら一緒なんですよ。でこの動きが基本的に分かると今度は掴まれる前にやる。分かるんですか。こう空間で空間で円を描いて触る。だからそういう動きは一緒、ね、だからこういう動きも相手方向こうでいいんですけどこのままこういう動きそれをあんまこう流すと逃げるんで小さくうわっこう触れたらここでこういう動きだからさっきこう返した技も全部一緒。それ全身でやる。ガチつか掴まれてもね、これを全身でこういう動きをやってるんですよ。ただ大きくやると逆に反発されるんで小さく相手がこうはなんとか抵抗できるのは多くやると抵抗できるんですよ。小さくうわっ指と、あ、こっちね、指とこれとガッチリ掴まれてもやってること一緒ですか。かえって掴まれてこうされた方があのやりやすい。ちょっとこういう動き。うわっ相手が動いてる時下がかけやすいんですよ。掴まれてじーっとするとかけづらい。相手がこう動いてる間、例えば相手がこう指掴んでこう掴んできたとやった方が技はね力まないです。掴まれてやると考えるんで、考えるとねどうしてもね力むんですよ。だってもう暴れてるんですね体に。やって相手うわっ見ることも大事。手だけでこうよそ見してしとったって。わかんないです。だから全身でこう見るっていうことが全身で技をかけることになるから、ね、だから結局こう円を描いて触ってこう円を描いてこう触ってでこれで封じるんです。こう動けないです。だから投げばっかりじゃないんですよ。これは円にならないです。抵抗されるだけ。ここです。
攻めて、ここで引きです。こうただ触ってるだけですよ。そうとこう観察する。じゃあ、さっき言った現象一緒ですよ。なんでこう、普通のこれこうすると現象一緒ですよ。だから実践の世界であると、そう掴んだりうんっていうのはないです。触れた瞬間にその動きをやれば技になります。これ指でも一緒、こう回すと、こう回せる、こんなに、うん、掴む前に円に反応するんですよ。ストレートじゃ反応しないですよ。こう、そしてそれを早く指だけ全部でこう、両方をとにかく意識することですね。片方だけじゃなくて両方を同じように使い切らんとダメです。こっちばっか気にしとったら左忘れますもん、ね、だから両方意識して、うん